こんにちは、ブランドショップのトビティとノノンです。よろしくお願いします。今回はスムーのホットサンドメーカープレスベイクをご紹介していきます。パッケージからすごいとても可愛いデザインとなってます。早速ですが、のんのんさんはスムーというブランドをご存知ですか？スムー、まあ、正直言って知りませんでした。どういったブランドですか？このスムーシリーズは毎日の暮らしを丁寧に、日々の時間を大切に、スムーを考えるブランドです。スムー、はい、スマイル、スムーを考えるブランドってことは、本当に生活に寄り添ったような、まあ、ブランドなんですね、はい、すごい素敵、かわいい。こちらの商品のポイントを3つご紹介します。まず1つ目、付け替えが OK、 3種のプレートが付属しています。ホットサンドとワッフルとドーナツのプレートが付属していて、とても簡単に付け替えすることができます。ポイント2つ目、この後実際に開封しますが、生活に溶け込むカラー展開となっています。カラーはグレージュとブラウンの2色で、とても可愛いカラーの展開です。ポイント3つ目、コンセントに接続するだけで OK、 簡単に調理ができます。ボタンなど難しい操作はなくて、本体だけでコンセントを挿すと温めることができるので、お子さんなどのお菓子作りなども簡単にすることができます。オープン。ドーナツプレート、ドーナツプレートです。色がなんか落ち着いた感じで可愛いですよね。何かにも合いそうな感じで、中にホットサンドのプレートがセットされています。はい、本体をコンセントに挿して加熱しています。今は、ランプがついていて、約3分間で温まるのを完了するそうです。ランプが消えたら実際にこちらの材料でドーナツを焼いていきます。加熱が完了したので、今からドーナツを焼いていきます。まずこちらの本体を開けて、溶かしたバターを下のプレートに塗っていきます。プレートは熱いので火傷に気をつけて、調理してください。取扱説明書の一番後ろに、各レシピが載っているので、そちらを確認して作ってみてください。絞り袋があるときは絞り袋を使うのが一番おすすめなんですが、ないときはこのようにスプーンで作って下のプレートに入れてください。こんな感じで大丈夫ですか？はい、要は下のプレートに入るくらいの量なので、この上からプレスして焼いていきます。今は、24個作れるレシピで作っています。では下のプレートに材料を入れたので、上からプレスします。本体にタイマーなどは設置していないので、ご自身の携帯やタイマーなどで時間を測って調理してください。ドーナツを焼く際は焼き時間の目安は5分から7分となっています。お好みで調節して焼いてみてください。見てみましょうか。オープン。あー、かわいい。どうですか？すご
い、美味しそうな香りが漂ってますね。分量多かったのか、周りにも、生地が溢れちゃってるんですけれども、形すごい綺麗に丸く焼けてますよね。ドーナツですね。ちょっと量が多かったのかな、ちょっと周りにも型の、あの部分が焼けちゃってるんですけれども、可愛く、可愛く、はい、美味しそうに焼き上がりましたね。はい、出来上がりました。ドーナツ焼き上がりました。かわいい、美味しそうだね。かわいい、食べやすそうなミニサイズが4つ出来上がりました。今回はホットサンドメーカーのプレスベイクをご紹介しました。実際に焼いて試食してみていかがでしたか？なんかあのミニドーナツじゃないですか、はい、本当に何だろう、可愛くて、うん、可愛いですね。実際投げてみたらすごくあの美味しかった、うん、で作り方も簡単で、こんな可愛いドーナツが出てくると本当になんか女子同士で作っても、うん、お子さんと一緒に作っても楽しい時間過ごせるなっていう感じでした。はい、こちらの商品はご紹介したように、こちらのドーナツのプレートとワッフルのプレートとホットサンドのプレートがついているので、本当に朝ごはんからランチ、おやつまで大活躍するアイテムだと思います。今回ご紹介したこちらの商品は概要にも詳細を載せていますので、ぜひチェックしてみてください。新商品や話題性のある商品など今後もご紹介予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。トライアンドショップのトゲピーとノンノンでした。ありがとうございました。またねー。